海水浴客で賑わう夏の熱海サンビーチ地図熱海サンビーチとは熱海市の市街地北部にある人工海浜海水浴場熱海市街地の北東部に東南向きで縦の長さ400メートル幅60メートルにわたって造成されている浜辺でありその名の通り朝日が昇るサンライズビーチとなっている1986年に完成し砂は 千葉県君津市の山綱が使用されている。また2004年からは石井美希子プロデュースの月光をイメージした青緑の夜間ライトアップが行われている。夏場の海水浴場は7月半ばから8月末まで開設され、遊泳時間は9時17時となっている。1986年にサンビーチと共に作られたペデストリアンデッキ。 海側階段下にはトイレがあり、国道側のデッキ下にはトイレとロッカールームがある。1月の市民駅伝の出発式が行われたりもする。1990年に姉妹都市となったポルトガルのカスカイス市から送られたジャカランダの木を歩道脇の緑地帯、お宮緑地に植樹し、その後徐々に拡張整備を行い、2014年6月6日に完成した。 7月15日から16日夜の小菓子祭り出しコンクールの審査会場に使われたりもする。北方には横磯港があり、裏側には熱海駅、伊豆山方面へと上がっていく国道135号が、また手前を横切る形で海沿いには熱海ビーチラインがそれぞれ伸びている。横磯港へは三ビーチの北端から歩道橋と横断歩道を 経由していくことができ、周辺には、などがある。西方には、北方の熱海ビーチラインと南方の渚町の中央通りで、ある、渚中通りを直結するバイパス道路と、250から300台が、駐車可能な市営の東駐車場があり、それらをまたぐ形で中央には、三絶基という名の歩道橋堅広場が設置されている。それを渡ると南北に、 ジャカランダ遊歩道が伸びており、それに沿って北に進むと、お宮の松と東駐車場北口があり、さらに北に進むと、有給私有地に建てられている特別仕様のコンビニエンスストアがある。逆に南に進んで、ビーチ側に回り込むと、東駐車場南口があり、その先には、熱海警察署、中央交番がある。の夜に行われるイベント。 小賀市祭り出しコンクールにおいて通行止めにされ、パレードが行われるメイン会場となる。ホテルマンション群また、国道135号をまたいだ西方には、といったホテルや、リゾートマンションがひしめいている。熱海駅方面からの徒歩道地図ちなみに、熱海駅からサンビーチへと徒歩で向かう場合、中見商店街出口や、田原元町交差点方面からだと、 サンビーチ北部へは、お下って進み、塔へと下ってくるルートが、またサンビーチ南部へは、お下って進み、塔へと下ってくるルートが、それぞれ最短ルートとなる。また、平和通り商店街出口から、サンビーチ南部への最短ルートは、商店街出口付近のお下って、上印と南部への最短ルートへと合流するルートが、最短ルートとなる。もちろん、サンビーチの北部、南部から、 熱海駅へと徒歩で上がってくる場合も、これらの逆が最短ルートとなる。南西の東海岸町交差点周辺には、などがあり、さらに南西には熱海銀座商店街がある。南方には、道路を一本挟んだ向かいに、水着に誘点可能な大型ファミリーレストランがあるが、道路を渡らずに海沿いに進むと、浸水公園が伸びており、市営の第一浸水公園駐車場。 第二浸水公園駐車場も併設されている。また、海側では、スパマリーナ熱海というマリーナが運営されており、多くのプレジャーボートが係留されている。二つ目のデッキである、レインボーデッキの南端には、熱海市観光協会の観光案内所、若返るステーションがあり、三つ目のデッキである、渚デッキ場には、マリーナ直営のオープンカフェ、サンデモカフェがある。また、設の、 第3桟橋は、熱海遊覧船3レモの発着場になっている。ありがとうございます。